また会いに来てくれてありがとうございます。茨城市子ども若者支援地域協議会のイメージキャラクターいちごちゃんです。人は生きていればさまざまな困りと出会います。ネガティブな考えに困る時もあればポジティブな思いに困る時もあります。そしてほとんどの場合困りは成長の機会となりえます。困りは避けるものではなく成長の機会だと捉えること、それが安心して困れるということです。では不登校や引きこもりに見られる困りは一体誰の困りなのでしょうか。それは保護者や支援者、そして社会の困りだと言えるでしょう。本人に困りはないのかと聞かれたら、ほとんどの場合ないと言えるか、あるいはあったとしても生きづらさの大部分を占めている理由ではないということができるでしょう。本人を生きづらくしているのは困りではなく傷つきです。傷ついた状態で持っているはずだからといってさまざまな能力を発揮することなど誰にもできません。もしそんなことをすれば今以上にその人を追い詰めることになり、さらに孤立することになりかねません。人の考える困りはほとんどの場合解決できますが、人が感じる苦しさ、悲しさ、悔しさ、恥ずかしさは困りのように解決できないものなのです。不安感や恐怖心を過小評価したり否定したりせず、一旦尊重し許可すること、今の自分のままで成長することが無理のない変化につながること、社会というものに実体はなく、これから出会う一人一人の優しさや温かさ、厳しさによってもう一度自分を作っていけること、何より人生は終わるまで終わりじゃないということを伝えていくことが、一人の人間の成長を促し、幸せに貢献し、お互いに助け合い、共存していく未来を作ると思います。不登校や引きこもりの人々に必要なのは、解決ではなく、癒しと救いです。彼らの多くは傷ついているのです。そして、その傷に触れられることを避けるため、傷ついていることを隠して、なんとか今日を生きているのです。この視点なくして、安易に傷つきやすい弱い人だと思い込んで接することも、大した傷じゃないのに大げさな人とレッテルを貼り接することも、その人の傷を深くしてしまうかもしれないのです。彼らは傷ついた心に癒しも救いも入れず、傷と共に生きようとする強い人であり、弱い人ではなく弱っている人なのだということを忘れずに関わってほしいと願います。いつか全ての人が困りと出会えてよかった、あなたと出会えてよかった、私が私でよかったと感じられるように。この動画は以上で終了です。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Thank you.